はい、どうも、エンタです。エンタのゲーム実況チャンネル、ゲームインザボックス。今日から本投稿開始ということなんですが、本投稿前に、次回挑戦するソフトをここで発表したいと思います。まあ、その前にですね、テスト投稿動画で、プレイしました3本のね、時空戦士トゥロック、マリオパーティー、電流イライラボ、この3本が並んでおりますが、いかがでしたでしょうか。まあ、3本続けてね、収録はしましたが、まあ、どれも癖があって、やっぱり Nintendo 64って面白いなーってやっぱ思っちゃいましたね。はい。また Nintendo 64のソフトはね、またやりたいタイミングが来たら、プレイしたいなと思っておりますので、まあ、ぜひお楽しみください。まあ、今回プレイするソフトなんですけれども、まあ、こちらにコントローラーがあります通り、プレイステーション3のソフトをね、プレイしていきたいと思っております。こちらのゲームインザボックスっていう、まあ、チャンネル名の由来の通り、こちらの箱の中にね、次回挑戦のソフトが入っております。この箱を開けるまで次のソフトが何やるかわからないという、そういうシステムのチャンネルでございます。ちょっと振ってみましょう。重たい音がするんですよね。結構でかいです、この箱。このままパッて開けてこれやりますっていうのもまあいいんですけど、まあ、ちょっとずつねヒントをね出していきたいなと思っております。まずこのソフト、このソフトはソニーコンピューターエンターテインメントが開発、発売しております。セロ B です。12歳以上対象としているゲーム。アクションアドベンチャーゲームというジャンルでございます。これ大きいヒントですよ。HD リマスター、HD リメイクされたソフトです。 HD リマスター版のソフトがこの中に入ってます。ソニー製で、ソニー開発でHD リマスターされたソフトっていうとだいぶ絞られてくるんじゃないでしょうか。 HD リマスターされたソフト2本がリミテッドボックス化されて、 それが入ってます。もうほぼ答えですよこれで。 HD リマスターの元となったソフトはプレイステーション2で発売されており、2001年12月6日に発売されております。そして HD リマスター版の発売は2011年9月22日。あとヒントなんかあるかな。特にヒントはないかな。あ、ゲームデザイナーね。このソフトのゲームデザイナーは上田文人さん。他にはね、エネミーゼロとかを作っております。もう、じゃあ開けてみましょうか。はい、今回挑戦するソフトなんですけれども、じゃあ開けますね。はい、こちら。出た。はい、出た、これ。あ、ちょっと、ちょっと。はい。一個。ワンダと巨像って書いておりますね。日本パックされている、まあ、リミテッドボックスのものなんですけれども、まあ、今回挑戦するのはこのうちのこちら以降に挑戦します。まあ、こちらね、HD リマスターで、より美しく、より、
史上豊かにって書いてあるのかな、うん、この人の手を離さない、僕の魂ごと離してしまう気がするからっていう、この有名なキャッチコピーのあるこのね、HD リマスターバージョン以降プレイしていきたいと思っておりますね。こちらやっていきたいと思います。じゃあ以降の予告動画をこの後見てもらいましょう。いやーもう本当にね、面白かった。やっぱね、プレイしてるんですよ、これ一回プレイしてるんですけど、一年ぶりにプレイするとやっぱ面白いです。はい、まあじゃあちょっと予告動画見てもらいましょうか。予告動画スタート。ソフトはイコとなっております。でまず第1回目の攻略のポイントなんですけれども、2時間以内にクリアしないといけない。唯一残っているこのトロフィー、2時間以内にクリア、このトロフィーをゲットするために今回動画を撮っていきたいと思っております。痛い。彼ら二人はね、言葉が通じないんですよね。懐かしいこのトロッコ。はい、到着。ああ、これ、せこいな、これ。
お前せこいな。お前だから階段という土地を利用しやがって。お前有効な土地利用できるやつか。お前あきやさやあんた本当に。オンスパーってなんて言ってんの。おむつパッとって、おむつパッとって言ってるから、もう一個急ぐな。夜ちゃん、夜ちゃんなんで今タル登った？夜ちゃん、夜ちゃん今、夜ちゃんなんで今タル登ったの？行くで。待っといてなそこ。まあこんなんどうでもいいんで行きましょう。夜だ逃げて。